はい、住んで埼玉です。今浦和駅の西口の旧中山道を走ってて、この動画では浦和駅の西側のちょっと高級住宅街というかみたいなところをちょっと調査したいなと思います。マリカさん、ご案内お願いします。はいこの道沿いまっすぐ行くと左手に月の宮神社が見えます。はい、月の宮、調べるの調べるっていう漢字一文字で、ね、読めないよね。そう、月の宮、月の宮読めるかって話で浦和ではまあ有名だからみんな読めちゃうんでしょうけど、あの狛犬じゃなくてウサギがいます。それも有名です、ね、そうなんだああそう、月だからなるほど、そうですね、きっと月だから多分そうなんだろう、だからちょっと今度はぜひ歩いて社長に行ってもらって あこれですね、月の宮神社で、あー、はいはいはい、ほぐしマスターの店の目の前、そうだそうだね、以前コラボしてましたね。懐かしい、あれ1年ぐらいだってほぐしました、懐かしいです。おっさんがおっさんを揉み込むクソ動画俺シュウさんがマッサージされてるとこずっと見てたおっさんがおっさんをほぐしてるのを見てるいるんだよマスター、ね、すごいね、やってますね、お客さんいるもん、すごいじゃんマスター。左手ですね。だから、浦和の人たちは多分、あの、初詣とかは、ここじゃないですか、ね。あとなんかさ、なんか祭り、はい、みたいなのやるんでしょ。あ、12日祭り。12日祭り。ああ、はいはいはい。毎年本当はやってた。浦和ってさ、いろいろ癖が強い名前多いな。12日祭り何やろ、ね、?12 日祭りでいいんだよね、確か。確かそんな名前の。大宮が10日。10日1日ですよね。うん、なんかどんどんこう、下っていくみたいな説明を。へぇ、そういうことなの、なんか、旦那の説明とかで、この辺りが。ここ右側のさ、なんか洒落たバー、うん、バーってあります。あ、出ます。こじゃれてんだよな、やっぱり。この左手もそうですね、なんかちょっと。まっすぐ行きますか。今は、南に下ってる感じ。南で、南浦和側に行きつつだけど、どっかで右に行きますか、どうします、右、左がいいですか、左がいい、あ、でも、右行って浦和商業高校見ます、浦和商業高校見んのぐるっと回りますいいよ、ぐるっと回って、またぐるっと回って、次は右でお願いします、はい、これ右、はい、であ、違う、いつだ、これいつだ、そうか、じゃあ、左行きますか、うん、まあ、なんか、うん、見て回りましょう、交通量多いね、ここ結構通りますね、しかも細いからさ、トラックとかすれ違うと怖いよね、ちょっと馬がいます、アローファー馬、ショールショール、変なのばっかり、変なのばっかりもうだってここ右行ったら武蔵浦和じゃんっていう、武蔵、ああ、そうです、本当だ、そこ右行く、左行く、左行ってこの左側のところを見る、はい、じゃあ左行こう、そう、これ右行ったらもうすぐ武蔵浦、うん、この辺に住んだら武蔵浦和と浦和が選べるって感じですね、ああ、そうですね、だってそういうエリア好きなんですよね、どっちの駅も選べるっていうエリア、なるほどね、前そうだったんで、うんうんうん、まだここ工事してる1年くらい、ずっと工事してる、水道管の取り替えをしてますか、もっと奥の方が始まってたの、絶対何でしたっけ、花屋与平でしたっけ、花屋与平、このレストランみたいな、まあ花屋与平、他の用途で使われるあるある、あの絶対そうだったであろう、その右後ろも薬局と病院と洋服屋さんくっついたのもできて、もう南浦和ゾーンに入りかけて、そうです、若干入ってますね、なんでちょっと左に入ろうかなと思います、ここら辺この辺左行きます、ね、左行ってみる、左行って長老様の西、うん、西口エリア、あと一条、浦和一条とかのあるエリア、一条見たことない
一条が実際にどこにあるんだってみんなよくわかってる。頭いいの。名前はね。東京の人でもわかりますもん。浦和一条全国的に有名だね。そうですね。あれだよ、慶応の、その、同級生の女の子とか、一条出身、俺4人ぐらいいた。うわ、すごい。みんな一条かよ。みんな一条かよ。一条市はこの辺りですよね。まっすぐ行ってみる。まっすぐ行って。俺もここら辺ってあんまり通ったことないんだよね。まあ、なんもないですわね。住宅街です。もう家もやっぱりすごいですね。ここら辺はなんか大きいマンションっていうか、戸建てエリアって感じだね。ああ、家作ってる。決まってるし、何様って。うん。公園とかもこういうのあるんですね。いや、まあちっちゃいよ、ちっちゃいよね。ちっちゃいですね。こんなところで大声でなんか遊んだら怒られそうな。ボールも遊べないし。ボールも道出たら怖いからさ、子供をさ、常に監視しないとさ。だから、都会の子が制限されて縮こまっちゃうっていうのはこういうことですよ、多分。だから、ここは都会なんだよ。ここは。もうすぐ左手。立派な家と立派なハリアーとか泊まってる。いや、ほんとそう、車もすごいですよね。家に泊まってる。坂があるんだね。あ、ここ中入ると結構アップダウンがあって。家すごい。確かにアップダウンすごいですね。結構、こっちの。自転車じゃ大変だろうな。少しね、辛いよね。デカホーテル。デカホーテル。すごい。すげえな。中にあるよ。なんか上にすごい。なんかでかいな。ここら辺の家が。ここら辺の家でかいね。あ、信号左曲がります。おーい。で、一条が左手にあります。おい。一条。ここら辺は高砂小学校かなからの岸中かな岸中1丁目6って書いてありますね。これが左側が、はい、浦和第一女子高等学校。浦和駅から歩いたら10分ちょっとかかる感じかな。そうですね、10分ちょっと。こんな感じですと。いい場所だな、ここは。広いですよね、ここ。いや、マジで。この学校。校舎がでかくて、校舎じゃない、グランドも広くてびっくりしました。前どっかの高校横通った時すごい狭く感じました。ここはすごい広々。ここまでですか、ね。うん。でかっ。なんかもう昔使ってたのかな。うん、すごいな。右行ってみる。これが月の宮神社の裏側。あ、裏側です。裏側ちょっと行くんですけど。マイク行ってくれよ。左が赤十字社、日赤。へぇ、あ、俺ここの道初めて通るかも。あんまり通らないわ。すごい、ここマンションの存在感がすごいな。すごい。すごい。天気いいから綺麗。ねえ、いい天気だね。あ、もうパルコとかも見えますけど。ああ、ここってことですね。で、また下って。お腹入ってたところの住宅に飛行。すごい、ガレージ、4台分入るの？すごいね。車4台。入るスペースだって。玄関入る前にこの、何ですかね。セコムの門みたいな。なんかデフォで門ありますよね。ここら辺の左側もえぐいな、これ。すごい。すごい。なんだこれもう。平屋みたいな。すごいな。これはまっすぐ行きます。まっすぐ行きます。後ろに隠れた。この左もね。すごいね。でも私この大豪邸の中に三菱の車があるとレッツの関係者かなって思っちゃうんですよ。ああ、可能性あるよね。だってみんなそのアウディとか外車多い中で。確かに。三菱ってなんか、あえて三菱みたいな。俺は三菱を選ぶんだみたいな。意思が感じられるよ、ね。あとはそのガチサポーターの人もやっぱ三菱、買うなら三菱。左行ったら、ああ、わかる。ここからは。そうですね、あれ見れる。あ、だいぶ西口ぐるりと。
なるほどね。行ったことない道だったから、なんか楽しかったです。楽しいね。あそこら辺になんか、こっから住むっていうのはなかなかに厳しいかな。ちょっと。ちょっと。それか、大豪邸が売却されて、それ土地が三分割されたら買えるかも、みたいな。その、ちょっとコンパクトになっちゃうけど、みたいな。これ左が高砂小学校で150周年だってもうなんか門がうんねすごいよすごいすごいだってさ人数増えすぎてさプレハブで校舎とか仮設で作ってるらしいあすごいそれうちの小学校の周辺そうなんだあまりあるんだよじゃあまあここら辺で一旦浦和駅の西口エリアをちょっと回ってみましたありがとうございましたありがとうございます